A 段3000系電車長野電鉄3500系、電車3500系、N3 編成長野電鉄3500系電車は、長野電鉄が低都高速度交通 A 段から購入した通勤系電車。廃車となった日比谷線の A 段3000系を譲り受け、改造した車両である。本校では、その長編成版である3600系についても、合わせて解説する。 長野オリンピックを6年後に控えた1992年から1997年にかけて普通列車の増発と老朽化した2500系や例、系、OS カーなどの在来車の置き換え、車種統一を目的に投入された。先頭車34両、中間車3両の37両が投入され、長野電鉄の最大勢力車両となった。また、これらとは別に、 部品確保用となったブクルマ席の先頭車2両が、須坂駅構内に存在したため実際には39両が、長野電鉄入りしている。長野電鉄では、編成量数の違いによって、2両編成が3500系、3両編成が3600系と、車両番号が区分され、さらに2両編成は、木島線用での車内運賃終時用に、運転台後部に、バス用の運賃箱と、 運賃表示器が設置された、大編成とそれ以外の N 編成に区分されている。車番も3両編成の L 編成が3601、2両編成の N 編成が3501、ワンマン用2両編成の大編成が3521体の投資番号で再付板された。これらは L 編成の湯田中より先頭車の主電動機が撤去され、 TC 車となっている点を除いては、性能的にはほとんど差がない。3500系、N6 編成3500系、O2 編成3600系、L2 編成譲り受け当初は、戦術の L 編成における手電動機撤去を除き、次の主な改造を受けている。このほか、車体の窓上下に赤帯が入れられ、車掌が長野電鉄のものへ交換された程度で収益した。 ただし譲り受け当初は、レジン製のセーリングを使用していたものの、雪に弱いことから中鉄製のものへ交換されている。なお、当初は全部標識等の増設工事も計画されていたが、結局この工事は見送られている。その後、使用条件の変化などから、応変性以外のワンマン運転対応改造や、2001年には、京成電鉄から譲り受けした。 冷房装置の搭載改造が施行された。この冷房化にあたっては、電源装置に A 段5000軽電車の廃車発生品である、静止系インバータが搭載されている。模波3521車内、湯田中停車中2002年に、木島線が廃止されたことによって余剰が発生し、一部の非冷房車が運用を離脱した。残った車両は、N 編成と L 編成が、長野線。 大編成が、八代線と長野線で使用された。N7 編成と N3 編成の並結による、ダイソー運転2005年には、大型車体で輸送力の大きい8500系が、投入され、長野電鉄では、比例防車は冷房改造をせずに、営業運転終了させる方針に変更。これに先立ち、部品確保用の一両と事故にあった、元3524号が解体され、 続いて運用車の廃車も発生した。朝のラッシュ時に、須坂長野間で見られた N 編成を2本並結した4両編成も8500系3両編成に置き換えられて消滅している。ただし、8500系は現在のところ新州中野湯田中間に入線、不可能なことから状態の良い冷房車が残存しており、現在も当該区間を中心に運用されている。また、 8500系の検査時は、L 編成がダイソーを務めるため、本来 L 編成が務めている運用を、N 編成を2本並結した4両編成が、ダイソーしている。2007年、A 段時代に3000系の第一編成だった N1、編成が保存のために東京メトロに返還され、事実上の里帰りを果たした。2011年12月には、O6 編成が、 赤帯と長電ロゴが消された、A 団時代の姿に戻り、廃車までその状態で運用された。2012年3月31日、八代線の定期運用の最後の1往復のみ、混雑緩和のため N7 編成と N8 編成を連結し、およそ5年ぶりに4両編成での営業運転が行われた。2019年12月15日、O2 編成が、 営業運転を終了した。2020年1月に東京メトロより0三軽電車を譲り受け、改造した3000系を導入することが決定し、同年に運行を開始した。2022年までに当初の計画通りの3両編成5本を導入することとなっており、これによって本系列の残存する6編成は廃車となる予定。2020年9月25日、 L2 編成が営業運転を終了したことにより、残存車両は N6、N7、N8 の3を編成6両となった。ありがとうございます。